今日はちょっと移動時間長いんで早めに出発してます。今鹿児島にいて佐賀を通って長崎まで行きます。今日の最高気温は34度。湯作りしてるだけでも汗だくなっちゃいますね。今日の天気はちょっと厚い雲も出てますが雨ではなかったですね。予報は桜島フェリーですね。昨日結局桜島は見なかったんですよね。桜島行くの結構大変なんで。桜島はあんな感じで雲かかってますね。国道15、磯経由。桜島を眺めながら暮らすっていうのもいいかもしれないですね。火山灰とか結構飛んでくるんですかね。あれ火山雲なのか火山灰なのかちょっとよくわかんないですよね。昨日の佐多岬はやっぱ寂しいものがありましたね。到着が夜になってしまうっていう。大分から宮崎に移動する日に台風8号が上陸したんですよね。延岡までしか移動できなくて佐多岬に向かう当日は午前中がまだ台風通り過ぎてなくてものすごい暴風だったんですよ。まあ、お昼過ぎてから雨が止んでから向かったんですけど佐多岬は延岡からは遠かったですね。やばい腹減ってる。今日の朝食快活クラブでポテト一皿だったんでお腹減ってますね。あーフラフラするかも。やばいね。ちょっとフラフラはやばいよ。グリップが曲がるようになっちゃってるな。左のこれやばい。グリップがぐるぐる回る。この熱すぎてちょっと溶けちゃってるんですよね。てか1週間の長旅ってあんましないんで今困ってるのが爪ですね。爪がね伸びきっちゃってね。なんで洗面道具の中爪切り入れとかなきゃダメだな。霧島シティ、霧島市入りました。焼酎で有名な霧島かな。危ね、丸太が落ちてんじゃねえかよ。危ねえ、上路が落ちてる。あと棚田だ。あーでぶてーよー。一休みと言いますか、コーヒーを飲みたい。完成予想図。なんかのバイパス的な道ですかね。完成予想図がすげえ立派なんだけど。仙台川。
これどうなってんだ。暑い暑いぞ、湿気がやべえぞ。私入りました。せっかくの雨勘弁して、なんだこれ、やべえよ。もう体はいいけど、せめて荷物だけはおまじたくしとけよかったな。よし、ここになった。大丈夫だ、大丈夫なはずだ。山を抜けよう。うわ、なんだ、廃墟だ。廃墟がありましたね。これ地滑りか。ねえ。カーブの直線カーブをやめてもらいたい。ああ、眠てよ。雨もさることなら眠て。ありえん、ちょっと休んで安全運転は確かにな。眠い。はい、道の駅田の浦、ね、休憩してました、ね、仮眠できるスペースがあったんで、いや、あんまりにも眠くてちょっと仮眠しちゃいました。座敷みたいなのがあってね、クーラーも効いてるし、連泊禁止とはなってたけど、なんか1日ぐらい仮眠はできそうですね。これで眠気がちょっと収まってくれればいいんだけどな。八千代市、八代市か。
クワサラダ食べました。普通にうまかったですね。まあ一応熊本で思い残すことないかな、ちくわサラダ食えたんで。佐賀空港の近辺まで来てます。